チ鎮鳳島チンポ鳳島の位置。ハバルフスクとウラジオストクの中間に位置するチンポ鳳島、またはダマンスキー島は中華人民共和国とロシア連邦国境のウスリー川中流域にある面積0.74平方キロメートルの小島である。川を上下する航路より中華人民共和国側に位置し、長さは約1700メートル、幅は約500メートル。 中華人民共和国側からの川幅は200メートル、ロシア側からの川幅は300メートルである。1860年の北京条約でウスリー側が両国の境界となったが、中州の貴族については両国で見解が分かれていた。両国はそれぞれ領有権を主張し長年対立したが、1991年5月16日に結ばれた中祖国境協定で、 中華人民共和国領とすることで合意され、この部分の領土問題は解決した。現在は国流交渉虎林氏に属している。1960年代の中蘇対立のもと、1969年3月には中華人民共和国の人民解放軍とソ連軍の両軍が同等で武力衝突する人宝島事件が発生し、中蘇国境紛争に発展した。 1969年9月、北ベトナムの法治民主席の葬儀の後に、ソ連側代表が北京に立ち寄り、双方の協議の結果戦闘は終結したが、この韓国境地帯には100万人を超える双方の兵士が動員されていた。中華人民共和国では、紛争翌年の1970年11月1日に、沈鳳姉妹周年記念の切手が発行された。 ロシアのドキュメンタリー映画。1969は紛争の当事者及び両陣営の主導者へのインタビューをもとに制作された。ありがとうございます。